とあれ大丈夫ですか、あのそうサンチョの話もありましたけど大丈夫ですか。サンチョの話ありました、なんで私なんですか。なんかそうジョージさん、ジョージさんが来てくれ、ね、びっくりしましたよね皆さんね。サンチョがとてもいい声でお話しされてましたからね。ジョージさんに会ったんですよこの間、はいはい、そしたらジョージさんがトマちゃん僕は見たよえ僕は見たよトマちゃん夜遅くて起きていられるか心配だったけどちゃんと見たよすごいすごい、うん、すごいなんか背筋がピンってなる。ジョージさんが見る、うん、あ、じゃあ今こういう感じだね。見たよ見たよ、僕なんかがあんな風な大層な役をやらせていただいてよかったのかなって言ってたから、いや本当にすごくあの素敵な役で、あの気持ちきさんとかも、うん、あのかりんちゃんのセールやられてたんですよ、うん、もう本当にみんなが頑張っている姿を見てしまっていたから、もう放送を見て後にツイッターでなんてつぶやいていいのかわからなかったよ。そうリアルタイムで見てくださっててリアルタイムで見てくださってて、ね、しかもそれでつぶやきたかったけどもうあんまりみんな頑張ってて言えなかったってそう、ね、やお優しくて本当に素敵な、ね、素敵な先輩で、だってねずっとそのスタジオにもね残ってくださって、その A パートしか出番がなくて、前半だけだったのに、そういう時って割と B パートで、うん、あじゃあお疲れ様でしたみたいなことは、うん、そのない話じゃないとかよくあることなんですけど、うん、中田ジョイさんは最後までそう私たちの芝居をね最後まで見届けてくださって、うんうん、こんな先輩がね大先輩ですごく素敵な方だなって思って、うん、そうなんです、すごいカラスについても言及してたカラスカラスそうカラスについてもあれは魂の叫びだっておっしゃってた。そうなんです、あのね作中でカラスが出てきましたけれども、うん、あのカラスもねものすごくこだわって収録されてまして、普通のカラスではなくてとても神聖な、ね、お芝居でお願いしますっていうところで結構何パターンかやってたよね。そうなんです、だからあのカラスを演じられたねあの高橋真也さんもね、はい、あのオンエアをあのチェックして、あの素晴らしいあの演出になってたっていう風にねあの連絡をくださって、うん、わざわざ由美さんに連絡が来たと、そうとても加工がかかっていたけれどでも神聖だったってそう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 いうあのだから本当皆さん作品愛にね溢れてらっしゃるんです、本当になんか本当に素敵な方が携わってる作品なんだなと、うん、嬉しいな、改めて思いましたから、ぜひあの細かいところまでですねご覧いただければと思います、はいという感じでたくさんのお便りありがとうございました。ありがとうございました。